というわけで今日は竹部駅に来てます。昔ながらの駅舎が残るスポットなんですけども、福渡り、で上りから来た人はね、あ、上り方面にの電車に乗った人はね、ここは渡らないといけないということですね。でちょっと駅舎に入っていこうかなと思います。ロケがあった60年。登録有形文化財ね。ここが町というか入り口ですね。こんな感じです。昔と変わってないですね、ほとんど。というわけで今回こんな感じでお送りいたしました。ぜひ、ね、機会が、あれば、行ってみてください。サンデー毎日でも紹介されたみたいですね、はい、意外となんか穴場な駅なんでしょう。ありがとうございました。
稲荷がこんなところにあります。これ立派なんです、杉の木が。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。